こんばんは。こんばんは。お待たせしました。はい。今回の動画は6月3日の野尻湖長考をまとめた動画になります。実は今年この日が初めてじゃなくて4月28日だったかな。この日が野尻湖の解禁日だったんですけど、まあその日も実は2人で先に行ってきました。結果は大惨敗で2人ともノーバイトノーフィッシュであの日は終わってしまいました。悔しかったな。悔しかったね。うん、何もなかったもんね。何もなかったね。一応野尻湖に通い始めた頃から早春の野尻湖解禁日周辺はとても気難しくて難しいという話ばかり聞いていたので、まあ、なかなか往復600キロという距離なので怖くて行けなかったんですけど、まあ、今年は行ってみようよということで行ってみたんですけど、やっぱり結果は大惨敗でした。まあここの話を話しだすと長くなりますので、概要欄に少し話は書いておきます。ではこの6月3日野尻湖長考、今ここでは何も言いません。動画の中に全部魅力を詰めたつもりです。最後まで見てください。ではどうぞ。ベントミノ。おお、たああ、デラ引くがや。ちょっと待って。
何もわからんかったけどな、今の。ちょっと待って、でかいよこれ、でかいよ。ちょっと待ってよ、見えねえ。これ多分40はあるんじゃない。見えない見えない見えないよ。入ったー、あ、入った入った入ったでしょ、よし、あー、来たー。あ、40ギリギリある。来たー。一等だった、一等目だったよこれ。あー、ベントミの76のツヤワカサギ。いやー、多分40あるかな。あー、多分あるね。嬉しい。やっと来たよ。よし、ちょっと。バイトが全然わからなかった。でもステイ中だった。暗いかな。はい、うん、一回水につけるか。弱っちゃうという感じ。何センチかな。あ、40、ギリギリ40かな。ちょっと薄暗いけど、うち閉じ、お開きで、なんとなくですけど40センチ。はい、じゃあ口閉じ、お開き、なんとなくで40センチでした。ありがとうね、スモールちゃん、ありがとう。返そうかな。よいしょ、よいしょっと。ありがとう。よし、帰ってた。ありがとう。多分折った、あそこに。そうか、うん、一投目だった。分かんなかったよ、持ってったのか分からなかったけど、ガ、うん、ンって重くなったもんで、うん、来た。でもよかったよ、やった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 。ポンって食ったよ。あ、食った、見えた。え、でもまあまあサイズだよ。おお、よう走る走る。抜き上げても大丈夫じゃない。やったやったやった。あ、ちっちゃいけど、がっつりフロントフックやね、うん、うん、よかったよかった。さっきとね、サイズが違う。
緒やね、ベントミノ76のツヤ若崎、フロントフックがっつりやね。見えた今。見えた。あ、ほんと？あ、ほんと？写真撮ってあげようか。いや、もう貴重な一匹かもしれんよ。そうだね。はい、ちっちゃいいじゃん。はい、よかったね。はい、また俺行って返してください。はい、ありがとう。はい、そう、めっちゃ、はい、今返します。はい、ちっちゃやった。うん、そうだね。だって下に潜ってくの見えたもん。うん。うん、ってあ、ほんと？うん。怒って。あ、何回言うんだ。俺はそんなポコが見えんかったんだ。あ、そっか。うん。俺のやつはね、うん、静かにね、もそって持ってったで。うん。あ、もうまた。乗らんかった。え、わかんない。でも結構ガツンできたぞ今。乗らんかった。え、投げる。なんか30ぐらいあったような気がしたけどね今。乗らんかった。グーンって持ってったけど。綺麗だな。よし。さっきのかな。あ、フロントフックがっつりやね。はい、ちょっとごめんね。よいしょ。はい、マメちゃんのスモール。フロントフックがっつり。はい、じゃあまた優しく返しますね。ありがとね、スモールちゃん。ありがとう。よし、ネットでごめんね。よいしょ。おお、元気元気。はい、じゃあベントミノに反応なくなったんで、ちょっと表層からレンジを1段下げてスピンベイトで流してみます。
はい、じゃあスピンベイトにもチェイスも何もないんで、もう一段下げてあのストレートでゆっくりやってみます。食ったよ、食ったよ、食った。